皆さんこんにちは。ジジイの休日をご視聴ありがとうございます。今回は岡山県南部の日生町の後編を紹介させていただきます。ゴミの市では採れたての新鮮な魚や殻付き牡蠣の販売がされています。海の駅塩路では日生の丼屋さんバーベキューコーナーも大盛況でした。ここから後編の始まりです。お好み焼き堀さんへはゴミの市から車で5分程度走ります。1つ目の信号を左折して斜め右の路地に入ります。数軒のお好み焼き屋さんが並んでいますが、今回はお好み焼き堀さんで牡蠣おこをいただくことにしました。10人程度の順番待ちでした。牡蠣おこ以外にもたくさんのメニューがあります。待つこと30分、ようやく順番が来ました。店内はカウンターで7名程度と4人用のテーブル席が2つありました。壁には来店された芸能人の写真が貼られていました。たくさんの牡蠣が乗せられます。今回は牡蠣おこと牡蠣おこモダンをいただきました。どちらも美味しくいただきました。